はい、ともくんチャンネルです。はい、今回も箱庭シリーズのジオラマですね、田舎の駅を制作中なんですが、今回も、色拭きですね、エアブラシでね、茶色の色、グレーとか、グリーンとかで、青系ですねの色とかを拭いてみました。はい。で、ちょっとね、前回と同じ下地で置いてるキャメルグレーの細かい部品は筆で塗り分けをしますが、あとは今のところ中間の色で、グリーンにしたり、ファンデーショングレーを拭いたり、屋根のとことかはね、コブラブルーを拭いて、で壁のとこはまだね、ちょっとこれ乾いたら色分けをしますが、壁のところは、小豆色とミスターホビーですね、ミスターカラーの小豆色とカーキ色を混ぜて、ちょっと赤茶色みたいな感じに、してみました。はい。で、ちょっと昨日の夜とかね、動画終わった後に、屋根とか、屋根っていうか、駅の屋根の下に、つける、中の屋根ですね。はい。とか、壁で、レンガとか、そういうとこは、昨日の夜拭きましたが、今回、今ね、ちょっと拭き終わっただけなんですけど、一応線路とか道路は、ファンデーショングレーで拭きまして、で、ちょっと川かな、これ。田んぼとかに、流れるとこの川っぽいとこですね。は、今のところ、メタリックグリーンと、蛍光グリーンを混ぜて、拭いてます。はい。で、ホームとかっていうのは、ホームとか、駅の中ですね。のところは、ファンデーショングレーを拭いてます。はい。一応、これね、線路と、で、こちら、緑ですね。今、緑のところは、川とか、水流れるとこですね。とか、田んぼのとこですね。を、メタリックグリーンと蛍光グリーンを混ぜて、はい、こんな感じの緑系の色にしました。で、あと、線路のとこ。で、線路のね、下の砂利のとことか、で、こちらの道路とか踏切はね、ファンデーショングレーで拭いてます。はい。で、これもね、ホームとここにね、空間が空いてるとこが、建物が建つとこですね。はい。これもファンデーショングレーで拭いて、で、まだ色分けをするんですが、この花壇ですね。
花壇とかで、この、坂になってるとこっていうのは、緑にしました。はい、まあちょっとねポンポンと緑のとこは吹いただけです。あとは周りはねファンデーショングレーです。はい、でこれが駅の中ですね。駅員さんとかがいてるとこですね。はい、それもこれもね、ファンデーショングレーで拭いたんですが、また細かいとこですね、この机とか椅子とか、そういうとこは筆で塗り分けします。はい、やっぱこれね、これがトイレですね。はい、トイレもちょっと、壁はねこんな感じの色にしますが、中トイレの中とかはね、ちょっと違う色にします。はい、で、なんとか、ちょっとこ昔のね、家とか駅とかの屋根ですね、瓦でできた屋根とかっていうのはこんな感じの色もあったような気もするんで、僕はこんな感じで、これはコブラブルーですねを拭いてます。はい、まあ1回目はね、ちょっと薄く試し拭きでちょっと拭いてみたんですけど、なんとか綺麗になったので、2回目これねこんな感じで拭いてみました。はい、まあ、前回は下地で、キャメルグレーですねを拭いてましたが、その上に、コブラブルーを拭いてみました。はい、こんな感じですね。で、屋根の内側っていうのは小豆色とカーキ色を混ぜて、赤茶色にしたやつを拭いてます。はい、で、まあ、一応ねこれも、ホームの屋根ですね、まあトタン系のとこなんですけど、これもね、コブラブルーで拭いてます。はい、あとは、まあ、一応ね、いろんなとこ壁とかはね、こんな感じの色になってます。これが小豆色とカーキ色混ぜた色ですねになってます。はい、まあまあ一応ね僕ブラウンが今のところなかったので、ブラウンでしたら、まあ1回っていうか、その混ぜなくてもそのねブラウンの色1本で、いけましたが、なかったので小豆色とカーキ色を混ぜて、まあ僕もね、ちょっとどんな色になるのかなと思ってちょっと混ぜてみたら、壁みたいな赤茶色の色になったので、そのままちょっと混ぜてね拭いてみました。はい、まあ一応まだこれ、ちょっと失敗しました。拭いた時にドバッと出てこんな感じでちょっとね、こぼれたような線が入ってるんですけど、まだこれもうちょっとねやり直します。これが、メタリックグリーンだけの色ですね。はい、下はこれ、
キャメルグレーですね。を吹いてます。はい。まあ、白色ですね。ファンデーションホワイトを吹いてから、ちょっとだけね、キャメルグレーを吹いて、で、その上に、このメタリックグリーンを吹いてみましたが、ちょっと失敗しました。はい。まあ、またね、これはやり直します。はい。まあ、こんな感じで、まあ、エアブラシで、中間の色とかも拭けるとこは拭いて、で、あと、うん、筆で、うん、色分けするとこは、うん、筆でちょっと色分けしてやってみますので、また今回はね、こんな感じでちょっと中間の色とかを、うん、色分けして、やってみました。また次回からは、ちょっとずつ、駅の方のね、壁とか、屋根とかを、組んでいって、紹介します。はい。で、また、ホームにどんな感じかなと思って人ですね、まあ、150分の1の人ですね、を立たせたりとかして、ちょっと試してみますので、次回もよかったら見てください。はい。それでは、今回はこんな感じで、紹介を終わらせてもらいます。またね、次回をお楽しみください。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。